はい、県内戦利令和4年の理科、全芸人定の解説します。60点満点なんですが、ゆくゆくというかもう12月の時点ではもう絶対この問題全てに関してわからない問題がないようにしてくださいということは、もう2回目でテスト直しはもうなんていうかな、全部合ってるような状態にしてください。で、ノートを書くっていうことも大事なんだけど、この問題に書き込んでくれてもいいです、ついていけなかったら。で、もしあれだったら動画を撮ってるんで何回も見直すとかそういうことしてくれたらいいと思うし、気なせにこの問題に関してはちょっとざっくり見ましたけれども、ステモンとかねよく言ってる先生とかいるんですけど、ないと思ってください、はい、全部完璧にやってください。もう基礎の基礎しか出てないです。わかりました、お願いします、はい、で採点運の後から言ってください、はい、ね、時間止めるのもったいないんで、そういうふうに考えてください。以降です、はい、はい、1番もういつも出てくる問題ですね、はい、アーからキーに、ね、こういった形の見るかな、回路図っていうのがあってですね、問われている問題なんです。で、まあこれ見てる人はこの問題を用意してから見てください。はい、アーの回路の豆電球の明るさで光る豆電球の回路をすべて選び記号で答えなさい。はい、アーのとこに1って書いておいて、 E のとこに2って書いておいて、ウーのとこに1って書いておいて、 A は0って書いておいて、0か×どっちでもいいです。はい、O はこれ1って書いてください。で、カーは 0.5 って書いててください。キーも 0.5 です。どういうことかって言ったら、直列、豆電球の直列割る、ごめんなさい、間違えた。乾電池の直列の数割る豆電球の直列の数と考えてください。明るさっていうのは。それだけ電気がたくさん流れるってこと。じゃあ1のやつ探せばいいから。ということを考えたら、わかりますね。答えは、ウーとオーが正解になるのかな。はい。で、2番。5アンペアは何ミリアンペアですかと、もうこれ基本の、中の基本の問題なんですけども、1アンペアは1000ミリアンペアです。なので、5000ミリアンペアと書いてください。で、この問題すごくありがたい問題で、1番の下に、回路に流れる電流を調べるために、図1の電流計を用意した。電流計には A から D の4つあり、端子 A には 50mA、端子 B には 500mA、端子 C には 5A、端子 D にはプラスと、それぞれ表示されているって書いてくれてます。これ、中に学校によったら、どれに一番最初につないだらいいかとか、わざわざ書いてない 5A、500mA、50mA っていうのを書かない状態で出してくる問題あるんで、今の間に学習しておいてください。一番大きな端子っていうのは C ってことな。わかる？ 5 アンペアやから。だから10段階になっているんですよ、ということ。だから大きさがわからんとき、どれにつないだらいいですかって、どれにつないだらいいと思う、ちなみに。ん？大きさがわからない、大体何アンペアぐらいかなってわからない、予想が立たないときは、なるべくでかいのにつなぐね。ああ。っていうことは C が正解やねん、ちなみに言うとな。C と D と。D は絶対つながなあかんわけやんか。D はプラスやから。だから一番わからんときは C からつないでいって、C で反応しなかったら B、B に反応しなかったら A っていうふうにしていってくださいっていう問題も。よく出るんで、しっかり覚えておいてください。これさ、はい、A、B、C になっていくうちにさ、はい、A から B には10倍、B から C には10倍になってる。そういうことやな。だけど A からつないだらバチンってこうなってしまうわけや。うん。まあ先生とか誰々君とかがの体重計いきなりこれ使う方がええやろに乗ったらグイーンってなったらあかんやろ。うん。ね。それと同じです。はい。3番、初回の測定で回路に接続する端子を A から D、 あ、言ってもったな、先の答えな。3番の答えは CD やな。だから D は絶対つながなあかんし、C をその時つないでくださいと。 D つないでないやつはもう論外です。流れるかっていう話な。ね、いいですか、待ってるのかな、これ大丈夫かな。はい、ですね4番はB と D につないでるってことですから、 B は 500mA につないでるから、この時の読み方としたら、答えとしたら可能性とあるのは絶対その E か O のどっちかやね。わかる？ 100mA 単位で聞いているんですよってことを言っているわけで、今3と4の間をつないでるわ、3と4のとこ、間を差し締めてしてるのわかるやろ、これ。見えるかな？これ3と、いや、こうしよう。3と4な。まあ、いいんですよ。3と4ね。はい。3と4の間なので、3.5 か350か、35かのどれかなんですよ。うん、っていうことを考えて、今、繋いでいるのが、
B をつないでるっていうことを言ってるわけですから、350の E が正解ってこと。はい、ここなんかも一問もとしたら問題。はい、5番、図3の A から D の電流系のうち、X の電流系のおよそ2倍の値を示す電流系として最も適当なものを次の A から C から選び、記号で答えなさい。ただし、電柱、豆電球、電流系は全て同じものとするという問題なんですけれども、これはどうやって考えたらいいかって言ったら、正解は、電流系をの2倍を示すところってことやから、電気の流れから考えていって、並列になってない部分っていうのは、こうプラスから考えていったら、A の部分、スモール A わかる、ちっちゃい、A、小文字の A のところに電流系を置いたら、一番分かれていかないのわかるでしょ。そこは、何もなってないから。っていうことを考えたら、あの、ところを繋いでくれたら正解になります。というふうに考えてください。これ3点かける5点です。はい。2番いくよ。2番は、何これ。問題が途中でごめん、抜けちゃってるわ。2番の1、ハスの体の一部はレンコンと呼ばれ、これは前よく言ってますね、先生ね。はい。地下茎ですね。地下の茎から食べられるもんどれですか、ジャガイモのウが正解。うん、これ以外ありません。はい、2番。下線部 B、蝶は卵、幼虫、さなぎ、成虫と変化します。これと同じように、成長するものを、次の輪から輪から全て選んで、記号で答えてください。完全変態になるものどれですかってことなんで、カブトムシとハチやな。E と A かな。ハチってさなぎな。うん、そうですよ。ありますよ。うん。覚えておいてください。で、3番ってどんな問題？ごめん、これ。可能からでも作り。ちょっと見せて。ちょっと見せてください。ここだけちょうだい。3番は、体の作りですか。まあ、昆虫やったらどれになっているんですかっていうことを考えてくれたらわかるわけ。そしたら当然、これ頭、胸、腹やから、上から頭のマーク、丸に目がついてるやつ。で、胸が四角に対角線が入ってるやつやな。で、腹が丸になっている組み合わせをまず探さないといけないわけ。で、胸の部分に3対ずつ、3本ずつ足が生えてるやつ探さなあかんってことを考えてもらったらいいので、難しく書いてますけど、実は簡単やな。キーが正解かな。で、4番。下線部 C について、体の作りが蚊と同じものを次の中から選んでください。これも絶対間違えたらあかん問題な。うん。でも結構引っかかるなって話な、これ。うん、C の。クモ、ダンゴムシ、ヤドカリが昆虫でないね。うん。でも、あとは昆虫やね、実は。ノミも昆虫なんですよ。ノミ昆虫なの？そうですよ。どんなんだ？ノミ知らないですか？知らへん。動物とかについてるやつね。なあ、気持ち悪い。うん、あんまり。飼ってる人はいないですね。人間にもつく？下手したらつく可能性ありますね。そこに K があるところにこう、あ、つくから、ゴキブリみたいな感じ。ゴキブリではないですね。いや、なんか人間の偏見的 なそれはだいぶ偏見あるから違うと思います。動物飼ってる人やったらこう飲み取りとか最初に飼った時にやったりするんですよ、猫とか、うん、なんか飲みの、なんかなんちゃらで、会社の名前言わんけど、言うな、もう余計なこと言うな、はい、体にこう背中とかにこう注射とか、注射じゃないかな、薬とか塗っていったら勝手にこう逃げていくわ。で、猫とかをこうお風呂とかにでこうわーって洗ってた落ちていってる動画とかあると思うわ。ほんとちっちゃいあれですね。5番、見えますよ。イルカと同じ仲間に分類されるのはどれですか。これは哺乳類がどれですかっていう話ですからね、それで考えてもらったらわかると思います。イが正解かな、これ実は。イの、うん、イ鳥類じゃない、鳥類じゃないですよ。赤ちゃんで子供いますから。あとは魚類、カメが、爬虫類、鳥類、両生類でしょ、うん。はい、次、E。E に当てはまる問題っていうのが、これどんな問題なんちなみに。E は、まあ、マジックテープっていうのは、ごぼうの実を参考にして考え出されて、それ、ごぼうの実がどういう性質があるかっていう。まあ、そういうことやな。あが正解かな。トゲの先端が釣り針のように曲がっているっていうのが性質ですね。え、そうなの？うん。先生、ちょっといいですか？はい、何ですか？あ、ここなんだ。ごめん。釣り針みたいになってたらさ、うん、引っかかるってことや。引っかかってさ、うん、釣り針って抜けへんようになってるからさ、うん、そうじゃない。はい、何や？釣り針ってさ、はい、返しがついてるさ。うん、返り、うん、ついてるから。ね、それとは違う。返しはない。よく似たような構造やな、でも。うん。はい。いきます。そんな感じね。次3番が天体の問題なのかな。まだあの、拝見ですか。拝見は回答欄見てください。書いてるでしょ。うん。
あ、次3番やな。昨日ね、スーパームーンとか。あったあったとか、あんだけテレビでやってたから分かってるはずでしょ。まあ、この辺は、そんなに雲がね、覆われて見にくかったかもわからないですけども。見にくかった。うん。まず、145に入る動くね、まなぶさんとその子さんがいてですね、素敵ね、これ、絵が不自然ね、と。ね。まあ、某アニメの。ね、どこが、と、どの場面の時刻が夕方で列車が西に向かっているのよ、と、夕方西の空に見えるのは、普通は満月が正解やな。あ、満月じゃない、三日月が正解な。西の空はね。っていうことが、いが正解。新月なんて見えないかおかしいし、ね、これで言ったら、A は半月の状態になってるでしょ。イラストは。イラストはこういう絵になっているけど、こういう月ってなかなか見れないです。なんでかって昼頃やから、太陽明るいから見えないですよ。こっちに太陽があるってことやから。太陽がこの辺に昼に出てきて、ちょっと、まあ山とか行って高いとこ行ったら、で空がもう雲が一つもなかったりしたら意外と見えたりします。三田とかずっと神戸とかからずっとバスとか何気なしに乗ってパッと空見たら見ることはあったりとかするんですけど、登っていったら宝塚でも周りに何もなかったら見ることもあると思うんですけど、この辺はなかなか見にくいと思います。都会はね、そんな感じのとこがね、もう都会か。うん、はい、余計なこと言わないでください。はい、次。そうか、この月はどう見ても上弦の月、上弦の月やな、沈む時に弦が上にあるから上弦の月なんですけれども、だからおかしいな、夕方にはどっちの空に見えますか、これ答えの順番にはならないですけど、夕方には上弦の月は南の空に見えます。で月の光の部分、光っている部分がおかしいわ、月は太陽の光を受けているのだから、この方向に太陽があるのよね。これ先生いつもよく言ってるよね。光ってる右側、光ってる方向に太陽があるから、それで一日のうちで、どの辺に月があるかっていうのを考えろっていうのを言ってるよね。だから、何時何時何時とか計算せいとかあんなクソみたいなことはしないでくださいと。聞いてますか？いつも。あなたです。はい。はい、この方、言ってこと分かった今。いつもあなた書いてるでしょ？なんか9、12とかわけのわからなくて、その、もうあんなはしなくていいですよと。南。はい。そうです。何の役に立ちません。ひょっとしたらこの時は日食だったんじゃないか。皆既日食の時はありがたくて真っ暗になって昼間だけど星が見えるらしいよ。日食は太陽が月に隠されて起こるのよ。これは知ってますよね。太陽が食われるということですからね。その時月は何々なんだから光って見るはずがないでしょと。じゃあ月食とか。月食は満月ですね、ちなみに。地球の影に月が入ると起こるのよ。つまり月食の時の月は必ず満月だから夕方には東の空には、見えない。夕方東の空に見えるのかな、西の空には見えないですねという話です。まあ、月に関しての話なんですけども、まず145がイ、あ、A の順番にしてください。で、括弧に23の方角はウ、アかな、26がね。そして次3番がどの方角ですか。こうなっていたら当然これは最も適当な方向を選んでください。何番の括弧3番の問題になってるのかな。 E が正解かな。河川部さんの方角っていうのが、河川部さんはこの方向に太陽があるってことだからな。この月は全くおかしいんですよとね。夕方にって書いてるからな。はい、イラストに描かれた月には不自然な点がもう一つあります。そのことを説明した次の文中で7から10に当てはまる語句として適当なものを選んでください。はい、7番は東京や大阪など日本で西の空を見た場合、はい、集中してな、太陽や月、星は何々から何々の方に動いて見える。ね、東京、大阪にか、限らずという話なんですけれども、いいかな。左上から右下やな。ね、方向に動いてみます。一方、イラストの月はその影から考えると、その逆やな。右上から右下。どういうことかと言ったら、こんな感じやねんから、ね、夕方やねんから、こう沈むっていうことはちょっと考えにくいわけでしょ。これはこの月やと本来こうなっていかないといけないし、ここの空が黒いっていうのがおかしいっていうことをわざわざ書いている問題っていうことですね。なんで、答えは、7番がう、8番がい、9番があ、10番がえ。10番はあ、えは逆でもいいです、ね。っていう問題です。はい。2021年5月26日に起こった、皆既月食はスーパームーンと重なるということで、それ、とても珍しいものだった。
皆既月食が650日ごとに、スーパームーンが350日ごとに起こるとすると、次に両者が重なるのは何年何月ですか？1年の長さを365日と記した計算し、最も適当なものを次の輪から、おから選んでくださいと。これはまあ650日と350日の最小公倍数っていうのを計算してもらったらできると思うんです。だ4550日ぐらいですから、1年が365日ですから10年ちょっとやな、まあ12、3年かなっていうふうに、それをまあ計算してくれたら答えが出ると思います。で、あーかな。2023年の11月。だ今年ですね。今年かな、2023年かな。まあ11月先の話ですけども、まあ、こんなんも知ってる。あーじゃないと思う。いいやと思う。いいや。2021年たすか。いいが正解ですね。先生、間違えてるんだ、そしたら。いいって言った先生。いや、いいって書いてる。言ってる。あ、分かってる。あ、いいって言ってますね。OK、そうやな。12年後ってこと考えたら、2021年から12年後になる選択肢が2033年になるんで、それが答えじゃないかなというふうになります。だからこんな感じ。だから1番から3番は、そんな感じと言ってください。ただ問題はちょっと課題は4番やな、今回。ちょっと残念な結果ですね。ここ1問戻してほしくなかったんですけども、あんまり正答率高くなかったです。はい、4番が、まず、水酸化ナトリウム水溶液は水酸化ナトリウムという固体を溶かしたもので、塩酸は、はい、A に入ることは塩化水素。もうこれ何遍も言ってるやろ。水素。水素じゃない。塩化水素や。もう水素なんて書いてるやつはもう中学受験したらあかんで。頼むで。それぐらいのミス。で、アルコサの塩酸 X100 立方センチにアルコサの水酸化ナトリウム 水溶液 Y を加えていったとき、体積とその水溶液から水の蒸発させた後の残った固体をグラフに表すと下の図の1のになりました。答えてくださいっていう問題で、ちょっとこれは、説明していきますね。もう本当に15分か20分ぐらいで全問ちゃんとできてほしいんですけども、問題自体も少ないから割とみんな早くやってたと思うんですけども、一個一個は軽いね、解き方。もっとじっくり考えないといけないね。00の25の下が 3.0、 50の下が 6.0、 75の下が 8.0。 ここで異変を気づいてくださいって話な。100に対して 10.0 で、残った固体水酸化ナトリウム水溶液な。でまずパッと人と差をつけるときに見抜かなあかんのは、あれ、ここ気づかなあかんわけ。んここにこういう線を引けたら正解。この問題意味的に言ったら、3、6ってきたら9にならなあかんのに8になっとるやん、うん、ってことは8で終わってるってことやから、25に対して 3.0、 50に対して 6.0 ってことやから、3から考えるんであれば 25×3/8、 50から考えるんであれば 50×6/8。 なんで3分の8なんですか？考えてください。あかん言うな、教えんな。50からやったら6分の8。どっちも同じ答えになると思う。わかんない、うん、じゃあほんまにちゃんと考えて。8、あ、わかった。8と3で比べてるんか。3を基準に考えたらってこと。な、どういう基準？8と3で考えたら、3と8って3、8割る、3、8って3の3分の8倍やから、うん、基準というよりも水酸化ナトリウム水溶液を決まった塩酸に加えていくわけやねんから、水酸化ナトリウム水溶液に塩酸が反応していて塩化ナトリウムができていってるわけや、うん、そしたら2倍になったら当然2倍の容量ができるねんけど、なんで8で止まっちゃうかって言ったら、もう水酸化ナトリウムが全て反応終わったのが80の時点で、3から6までやったら25から50の2倍やから、 3.0 の 6.0 で2倍やから成立してるけど、 8.0 で止まってるってことはもう75の時、本来なら9.0 にならないとあかんねやろ、うん、なれへんのに 8.0 ってことは、これで考えていて2倍やったから3から8まで3分の8倍やな。集中してな。6から8まで6分の8倍や。でそれの水溶液を計算して考えろっていうもんね。ということは3分の200、66と3分の2ぐらいで中和は終わってるわけよ、ね、だからこっからは何歩加えていっても、これ増えたんはこれ言ったら
ね、3分の200は塩化ナトリウムやね。わかると思うけど。うん。3分の200じゃないな。うん、3分の2。3分の20、3分の200っていうのは、ごめん。3分の200っていうのは、3分の200っていうのは、ここの間の数字やな。だ 8.0、10.0 ってことは、この 8.0 が、いわゆる食塩や。だから、塩化ナトリウム。だ 2.0 は、それでも構わんと入れていった水酸化ナトリウムやね。って考えてください。そしたらもうできる問題だと思います。A に当てはまる物質、これはもう言いましたね。で、2番、水酸化ナトリウム水溶液 Y を25立方センチ加えた水溶液に BTB 液を加えると何色になりますか？これも間違えたらほんまちょっと残念やで。わかる？ 25 やったらどこですかって言ったらここなわけやろ。な、ここってことはまだ塩酸が買ってるわけな、わかる？そやろ。塩酸買ってる、この辺で完全中和のここからがアルカリ性や。うん、言うてること分かる？もう二度と間違うなよ、これ。もうちょっと集中してやって。だから答えは、2番の答えは A になるのが正解やん。で、3番の水酸化ナトリウム水溶液 Y に100立方センチ加えた水溶液を加えると何が残りますか？ 100 加えたらもうめっちゃ多いわけやん。そしたらこの2つが残ってなかったらおかしいやん。ね。だから、これ間違えた人何で間違えた？間違えた人おる、これ。何て書いたの答え。あって書いた。ありえへんやん。な、あなたもな、うって書いた。うやったら合ってるやん。合ってるよ。罰されてる。何番か分かる？ 3番うやで。あれ？罰されてる。あ、ほんま。ほんなまあ、後で言って、うな。で、次、4番。水酸化ナトリウム Y50 立方センチには何グラムの水酸化ナトリウムが答えが解け、何？いいって書いてる。ええって書いてる。なんで何も残れへんねん。食塩どこにあんねん。バカたれって話な。はい、4番。水酸化ナトリウム水液 Y50 には何グラムの水酸化ナトリウムの答えが解けてますか？これはどうやって判断したらいいかって言ったら、この辺では分からんわけやん。全部反応してるから。でも、これで言ったら分かると思うけど、8.0 から 2.0 まで。これで純粋に、もうこの 8.0 は全部意味がないわけやん。でも75から100までの時を純粋に比べてもうたら分かるやん。うん、50に対して何ぼ溶けてますかってこと言ってんやろ。これ25に対して75から100の時はもう言ったら反応全然してないわけやから、増えた分が全部水酸化ナトリウムなわけや。わかる？うん、もう中和終わってんねん。もう塩酸が全部反応し終わってるから、ドボってこの75の時点はもう全部 8.0 って分かってて、75から25増えたんは全部増えたんが 2.0 増えてるわけやん。そしたらその2倍やん。わかる？もう基礎中の基礎や、こんな問題。な、落としたらほんまに反省しなあかん。で、次、最後の5番。水酸化ナトリウム水溶液 Y に塩酸 X を加えた塩酸 X の体積と、この水溶液から水を蒸発させた後に残った固体の重さの関係を調べました。この関係を図1を参考にしてグラフに書きなさい。ただし、塩酸は X で最大200加えるものとしますっていうことやから、これは逆バージョン言ってるわけ。これ消すと、このとりあえず分かったことっていうのは、反応したところが、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、もう実を言ってしまうと、3分の200と元の塩酸何ぼやったっけ？塩酸100やな。これでちょうど反応するんですよってことやんやろ。だから濃いのは当然どっちかって言ったらこっちの濃いの分かるやろ。だってこっち3分の300加えたら3分の300と3分の200で中和してるわけやねんからな。っていうことを考えた時に、まず水酸化ナトリウム水溶液50スタートなわけや。これ50スタートっていうことは、まず普通に考えたらグラフで言ったら、水酸化ナトリウム水溶液、50の時はまずここになるやん。さっきやったやん。50立方センチで 4.0 グラムの、水酸化ナトリウムが溶けてるって話をしたやん。で、これに対してこの50に対したら、この塩酸が何ぼ必要なのかって考えたらいいやん。
塩酸が何も必要なのかっていうか、50立方センチ、例えばこの問題やったら水、50立方センチで何グラム固体になりますかって、あ、こんなことせんでもよかったのか、今。図1見てください。25の時 3.0、 50の時 6.0、 75の時 8.0、 100の時 10.0 っていうグラフがわざわざあるやんか、うん、でそれ見てもうても分かると思うけど、50立方センチスタートやったら 4.0 からスタートになるに決まってるやん。で、まあちょっと難しいね、禁断整理の問題な。じゃあどこが難しいんかって言ったら、これとこれでなんぼのあれができてたんやった、1番でやった時に34じゃないやん。あ、違う、 8.0 できとんねやろ。8.0 の塩化ナトリウムができていることが分かんねやろ、うん、ってことはそれに対して3分の200が50に変わったわけや。50って3分の150でしょ、分かる。また3分の50減ってる。3分の200から3分の150まで何倍パッと出されへん。3分の2は、あ、間違えた、間違えた。200から150まで何倍、うん、4分の3、うん、その辺な。4分の3倍なん分かる、うん、ということはできる塩化ナトリウム4分の3倍しかできひんわけよ、うん、今 8.0 できとったんが、これやったら当然できるのは 6.0 までしかできひんわけやね。ってことはこっからスタートしてガーッと上がっていくんだけど、言ったら 6.0 のところで止まらなあかんわけやね。でスタートはとりあえず0ですけども、あと塩酸をどれぐらい加えた時に反応するんですかって言ったら、集中してよ、3分の200が3分の150に変わったわけやから、これかける今4分の3って誰か言ったやんか、そう言ったやろ、うん、ってことはこれも4分の3倍したらいいんじゃないの。75やろ、うん、だ75のところまでずっとグラフ見てもうて、このだいたいこれが50と100の間の75のところでこうずっと加えていっても今度増えないです。なんで増えないんかって言ったら、塩酸いくら加えても絶対に塩酸って固体やから、もうこの今度は水酸化ナトリウムが全て塩化ナトリウムに変わったっていうことがこういうグラフになるんですよってこと、うん、固体やからな、うん、何やねん、何や思ったん、気体やと思って、なんで気体になんねん、溶質、なんてやろ、違うよ、この問題のグラフのこと言ってんだから、あ、どうでもいいやんけな、グラフだけかけたらいいね、うん、余計な知識ばっかりを追おうとするからそういう失敗するね、はい、分かった、うん、これもう一回自分で点数な30点割ってるやつはちょっと猛反省して、もう一回自分で頑張って隠してでもやる努力はしてください。はい、 OK、 基礎的な問題ばっかりですから、そんな考えることないですよね、っていうな、解説でした。お願いします。